皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。フッティスタ2021、今回もフォワードの選手を変更して試合の方出ていきたいと思います。前節が3対0で快勝することができました。で、現在第2位なんですけど、得失点差の2位になってます。で、1位のチームに追いついてきたんですけど、この試合はその1位のチームと直接対決になります。ここ勝てば一気に1位に上がることができますので、なんとか勝てればなと思います。はい。で、今回入れる選手が WCCF 2012-2013 の HOLE のロマリオと2005-2006 アドリアーノになります。もうロマリオの方はブラジルサッカー界を代表する伝説の選手ですし、アドリアーノもブラジルの選手なんですけど、パワー系のストライカーの代表格と言われている選手です。この2選手がどんな活躍をしてくれるのか、よかったら見ていってください。両チームのフォーメーションですが、ホームチーム、おっと、枠にとらわれない形で選手たちが配置されています。個々の能力が非常に高く、確かな技術を持ったスペシャリスト集団です。対するアウェーチームは 4-3-3 のフォーメーションで対抗します。フォワードとミッドフィールドに非常に高い技術を、ひとまず相手の先を読み一歩リードといったところでしょうか。ここでボールを失う。右サイドへ大きく出します。お互いにどう崩していくのか、じっくりと見守っていきます。アレックス・サンドロ、ここで仕掛ける。さあ、ゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。ここで奪い返された。ワントラップ。前半まだシュートを打てていない両チームです。現在チームは暫定2位、首位の座をどうにか奪いに行きたいところ。味方からのパスを受ける動きに注目です。パスを出す、回して、決めた。さらにこのチャンスをものにできず、ゴールキックになります。今のが両チームを潰して最初のシュートです。キーパーのキックで再開です。アレックス・サンドロ、彼に相対する選手の突破は許しません。一人で行く、クロース。ロバートソンがパスカットに入りました。ロバートソン、ピンチを防ぎます。ラインを割りました。スローインでリスタート。その怒涛の中央突破は世界有数の破壊力を見せます。このボールをここで奪い返します。ボールを受けます。パスを出しました。左から合わせる。ファンダイク、このボールは通させない。ロベルト・カルロスから出る得意のクロスに期待したいところ。サイドを崩し、クロスによる攻撃を組み立てます。ファビーニョ、ここで仕掛けます。ボールを取り返す。パスを出して、マラドーナからロベルト・カルロス、ここでボールを取られる。一気に左へ持っていく。奪いました。被災からロベルト・カルロス、ボールが奪われました。縦へ送って、ここでのプレスが果たしてどう機能するか。右サイド、そこを決められてしまう。このゴールは悔しい。ここで焦らず冷静でいたいものです。素晴らしい先制ゴールで観客を魅了します。ここで先制ゴール、均衡が破れた。これでゲーム展開はどうなるでしょうか。ここでホイッスル、ハーフタイムに入ります。前半の問題点をどう修正するか、ハーフタイム中の指示が試合の鍵を握ります。さあ、もう間もなく後半です。ロマリオ、味方からのパスを受ける動きに注目です。中央からのスルーパスを中心に相手に、このプレーには笛が吹かれます。ゲームが再開されます。キーパー抑えます。アレオラ、今日もスーパーセーブを見せてくれるでしょうか。ロベルト・カルロスから右へ奪われます。どこでしょう。マラドーナ、ゴール入りました。同点です。
てのコンビネーションが光りました。同点に持ち込まれ、まだまだわからない試合展開となってきました。一人で行く、サイドへ、縦へ送って、つなぐ、ここでボールを取られる、逆サイドに振ります。ロベルト・カルロスから出る得意のクロスに期待したいところ、シュート、パンチング、アリソンが完全に防ぎきる展開となりました。ゴール前を伺い、ダイレクトで打った、逆転ゴール、相手ディフェンダーもこれは悔しい、綺麗にヘディングで合わせてきました。ワイナルドムがピッチに入ります。この意味の大きな得点をどう守っていくか、逆に相手はどう取り返すか、さまざまな考えが両ベンチで交錯しているはずです。左サイドから選手が上がっていきます。前線付近でボール、シュートを放った、セービング、これは好セーブでした。この交代で流れを変えてきます。ゴール前は激しいポジション争いです。ナイスクリア、左へボールを奪いました。ここで奪われた、止めて、ここで取り返す、ファンダイクがカットしました、右に出しました、奪いました、指示した道筋を信じ選手たちが動きます。ここでボールを取られる、アレクサンダー・アーノルドからマネ、マネがここでキープ、ここで奪い返します。監督から指示を受け、マンマークに専念します。マラドーナ、残り時間、選手たちにどんな指示を与えるのか、どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ボールを奪われます、左に出しました、ボールを奪います。監督の戦術通りに選手たちが動き、攻撃を仕掛けます、奪われました、縦に出しました、夫妻、ここからサイドエリアのカバーリングを担います。シュート落ちました、ライン割りました、コーナーキックです。さあこれで状況が変わるのでしょうか。ゴール前を伺います、ボールに当たりに行くよう大きなファビーニャ、ゴール、今のゴールで振り出しに戻される、ここで点を決められてしまいます。これはよく押し込みました。この采配が勝負の決め手となるでしょうか。同点に持ち込まれ、まだまだわからない試合展開となってきました。ここでアディショナルタイム突入です。左へ送った、エンリケからロベルト・カルロス、ボールが奪われました。このタイミングでプレッシングをかけていきます。積極的にパスを回すよう指示を出します。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。奪われました、ここで取り返す、同点のまま試合終了となりました。試合も終了し、お別れの時間が近づいてまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。